僕は今日本最南端の新幹線停車駅鹿児島中央駅に来ています。ここ鹿児島中央駅から始まっている新幹線の線路をたどっていくと東京駅まで行くことができます。今回はここ鹿児島中央駅から東京駅まで新幹線を乗り継いで行っていきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。まず最初に乗車していくのは9時35分発さくら548号の新大阪行きです。ところで鹿児島から東京まで行くとなるとほとんどの方はおそらく飛行機を使いますよね。今回のこの動画のように新幹線で行く方というのはどれほどいるのでしょうか。こちらは鹿児島中央駅から見た新幹線の車止めです。この車止めからはるか1463キロ離れた東京駅まで日本のレールが続いていると思うととてもロマンを感じます。桜548号の途中停車駅は仙台、熊本、久留米、新鳥栖、博多、小倉、新山口、広島、福山、岡山、新神戸、終点、新大阪の順で桜号の中ではかなり停車駅が少ない部類です。こちらの新幹線に乗っていけば新大阪1回の乗り換えで東京駅まで行くことはできますが、せっかくなので今回は様々な新幹線車両を乗り継いでいきたいと思います。まずはこちらの新幹線で熊本駅まで向かいます。九州新幹線、山陽新幹線で使用されている N700 系7000、8000番台の普通車指定席は2プラス2の4列掛けとなっていてグリーン車並みに快適です。9時35分、鹿児島中央駅を出発です。ここから果たして1463キロ離れた東京駅には何時に着くのでしょうか。九州新幹線は地図上で見るとかなり海の際を走っていて景色がいいかと思いきや、実際に乗車をしてみるとトンネル区間が多くあまり景色を望むことはできません。九州新幹線は整備新幹線ということで最高速度は260キロに抑えられています。現在は新水俣駅を通過しましたが、通過速度も特別速いというわけではありません。まもなく熊本です。鹿児島中央駅を出発してから45分、列車は熊本駅に到着です。まだ鹿児島を出発してから45分と短いですが、一回ここで下車をして次は九州内でしか乗ることができない新幹線に乗っていきたいと思います。新幹線指定席は改札を出ない限りは1枚の特急券で何回でも列車を乗り継ぐことができます。2つの列車を乗り継ぐ場合までは1枚の特急券で発券できますが、2列車以上乗り継ぐ場合はこのような感じで特急券と指定席券が別々に発券されます。熊本駅から乗車をしていくのは10時40分発のつばめ312号博多行きです。つばめ号は主に博多熊本間の各駅停車型の新幹線として運行されます。使われる車両は主にこちら700系をベースに開発をされた800系です。800系は基本的には九州外へ出ることはないため、九州在住の方以外はあまり馴染みのない新幹線なのではないでしょうか。800系には旧800系と新800系があり、新800系はライト部分がこのように盛り上がっているのが特徴です。新800系だと車内に金箔などが使われていてとても豪華な内装になっているようです。それでは800系の車内に入っていきます。デッキはこのような感じで黒を基調としたデザインになっています。そして客室内はこのような感じ、 N700 系7000、8000番台と同じく普通車ですが2プラス2の4列掛けとなっています。800系にはグリーン車の設備はありませんが、普通車でもとても快適に過ごすそうです。車両によって座席のモケットの柄が違います。九州らしいとても遊び心のある車内デザインだと思います。10時40分、熊本駅を出発です。
九州新幹線はとても車内チャイムが壮大なことで知られていますが、桜号、瑞穂号で使用されている N7 系は、JR 西日本車に当たってしまうこともありますが、800系の場合は 100% JR 九州が保有しているため、九州新幹線ならではの壮大な車内チャイムを聞くことができます。久留米駅を出発です。次の新鳥駅までは東京・品川間とほぼ同じ 7.1 キロしか離れていなく、所要時間はたった5分です。熊本駅を出発してから51分、九州新幹線の終着博多駅に到着です。当駅からは JR 西日本区間に入ります。ここで再び乗り換え、次に乗車していくのは山陽新幹線12時2分発のこだま852号の新大阪行きです。山陽新幹線内各駅に停まるこだま号を終点新大阪駅まで乗り通していきます。終点の新大阪までの所要時間は5時間以上あるわけですが、稚内から西大山駅まで各駅停車乗り継ぎの旅の帰りに撮影しているため、博多から新大阪まで5時間というのがなんだかとても早く感じてしまいます。各駅停車乗り継ぎの旅が気になる方は右上の再生リストからぜひご覧ください。博多から新大阪までだったら他に乗る新幹線の選択肢はいくらでもありますが、なぜここをあえてこだま号を利用するのかというと、こちらこだま852号に充当されている車両は500系なんですよね。この500系に乗りたくて今回はあえてこだま号を利用することにしました。12時2分、博多駅を出発です。全8両編成のうち1号車から3号車、7号車と8号車が自由席、4号車から6号車までが普通車の指定席となっており、5時間乗るのにグリーン車がないのかと思われるかもしれませんが、そこはご安心を。実は500系の6号車というのはもともとグリーン車として使われていた車両がそのまま指定席として利用できるとても乗り得な座席となっています。どっしりとした4列のシートが体を包み込んでくれます。リクライニング角度も申し分ありません。そう考えてみれば、鹿児島中央から新大阪まで通常の新幹線でおなじみの5列掛けの席には一度も座らないということですよね。500系は製造年数が古いということもあり、現代の新幹線では当たり前になりつつあるコンセントの設備はありません。博多駅を出発してから17分、九州の玄関口小倉駅に到着です。博多小倉間は 67.2 キロ離れており、日本で最も駅間が離れている区間となります。小倉駅を出発すると新関門トンネルを通って本州の玄関口新下関駅に到着です。当駅では早速後を走る桜号とのぞみ号の2本に抜かれました。
山陽新幹線内でのこだま号はこのように途中駅での待機が多くあります。そのため所要時間が長くかかってしまうというわけです。朝駅は山陽新幹線を走る新幹線の中でこだま号のみが停車する駅となっており、すなわち N7 系は当駅には停車しません。500系の6号車以外の指定席はこのような感じになっていて、元普通車指定席の座席も4列掛けですから、本当に九州山陽新幹線の座席というのは豪華ですよね。そしてこちらが自由席です。自由席は2+3の通常の新幹線の座席といった感じです。先頭車両は特徴的な外観の影響で車端部に行くにつれて天井が低くなっています。この天井の低さを利用してなのかは分かりませんが、先頭車両には子供用の運転スペースがあります。子供用運転スペースの後ろの座席はシートピッチが異常に広くなっている乗り得な座席です。窓が一つ前にあるように2人分の座席のスペースを一人で使うことができます。おそらく広さ的にはサンライズのみのみ座席ぐらいあるんじゃないですか。進行方向右側にコンビナート群が見えると、まもなく徳山駅に到着します。徳山駅は一部ののぞみ号も停車する主要な駅です。徳山駅でも例に漏れず優等種別の対比を行ったんですが、徳山駅はカーブがきついということもあり、新幹線の通過速度は185キロに抑えられています。博多駅を出発してから2時間弱で列車は広島駅に到着しました。当駅では広島始発ののぞみ号を先に発車させます。今乗っているこだま号というのはもちろん始発駅から終着駅まで乗り通すというのを想定しているわけではなくて、このように途中の先ほどこだま号しか停車しない朝駅などといった小規模な駅から広島駅などといった大規模な駅へお客さんを運んで、そこから遠くへ行く人は優等種別に乗り換えてもらうといった小規模な駅から大規模な駅までの移動、もしくは逆の大規模な駅から小規模な駅までの移動というのを狙っている気がします。広島駅のお隣、東広島駅に到着しました。ここでももうおなじみの通過待ちがあるので一回外に出てみたんですが、駅の裏にはこのような感じでかなりのどかな風景が広がっていて、まるで新幹線駅とは思えません。福山駅北側には福山城があり、福山城は日本一新幹線駅に近い城となっています。当駅にはのぞみ号も一部停車します。東海道新幹線内ののぞみ号の停車駅は全て同じですが、山陽新幹線内ののぞみ号は博多を出発すると小倉、広島、岡山、新神戸、新大阪の基本停車駅プラスで新山口、徳山、福山、いずれかの駅に停まるという変則的な停車駅パターンになっています。岡山ではおなじみの真っ黄色115系を眺めながら博多駅から約3時間30分、列車は岡山駅に到着です。こだま号はほとんどの場合ここ岡山駅で約20分間もの長時間停車を行います。ここでは広島駅同様、後から来たのぞみ号に乗り換えることができます。20分間という時間をどのように有効的に使うのかというのはとても難しいです。新幹線特急券は改札外を出てしまうと無効になってしまうため観光はできませんが、気分転換に外に出て新幹線改札内をうろうろと探索していました。旅と言ったらやはり駅弁ということで、ついでに夜ご飯用の駅弁も買ってみました。20分間の長時間停車を経て15時49分岡山駅を出発です。ついに中国地方を脱出し近畿地方に入り、列車は間もなく姫路駅に到着します。姫路駅到着前には進行方向左側に姫路城を眺めることができます。姫路駅を出発して次の停車駅は西明石駅です。西明石駅到着前には進行方向右側に本州と淡路島を結ぶ明石海峡大橋を見ることができます。そして列車は西明石駅に到着です。毎朝1本だけ当駅始発ののぞみ号が設定されています。
当駅は山陽新幹線内では最後の待避設備がある駅となっています。次の新神戸駅は東海道新幹線熱海駅と同じように2面2線の構造となっており、待避をすることができません。この山陽新幹線内唯一の新神戸駅の構造から、毎朝1本西明石始発ののぞみ号が運転されているものかと思われます。新神戸駅は南北の格差がすごく、南側は都会的な風景が広がっていますが、駅の北側は山となっており、滝なんかも駅から徒歩圏内にあります。総合車両センター宮原支所にはトワイライトエクスプレス水風が留置されている姿を見ながら、17時12分博多駅を出発してから5時間と10分で終点の新大阪駅に到着です。ちなみに博多駅をこだま852号の13分後に出発したのぞみ28号に乗ると、あと3分後の17時15分に終点の東京駅に着くということで、停車駅数の差がどれだけ所要時間に響くのかというのを思い知らされました。ですが5時間の乗車は決して苦ではなくて、500系の元グリーン車に乗れてとても満足です。5時間乗ってきた長い山陽新幹線は当駅が終点、当駅からは東海道新幹線 JR 東海の管轄となります。この旅を飾る最終列車は17時18分発光660号の東京行きです。最後もあえてのぞみ号ではなくて光号を選びました。なぜここで光号を選んだのかはこの動画を最後まで見ればわかります。東海道新幹線は指定席自由席かかわらず、普通車は2プラス3の座席配列となっています。もうこの車内は東京などでもおなじみですよね。17時18分、鹿児島中央東京間新幹線乗り継ぎの旅の最後を飾る記念すべき新幹線光660号が新大阪駅を東京駅へ向けて出発しました。東海道新幹線光号には主に2つの停車パターンがあり、まず1つ目は現在乗車している新大阪名古屋間は各駅に停まり、名古屋駅を出発すると豊橋もしくは小田原に停まり、新横浜品川終点東京と停まる停車パターン。2つ目は新大阪名古屋間のぞみ号と同じ停車駅で、豊橋と小田原を通過する代わりに静岡県内の浜松、静岡、一部三島か熱海に泊まり、そこから先は他の種別と同じように新横浜、品川、東京と泊まる停車パターンの主に2つです。光号はのぞみ号やこだま号のように一日に停車パターンが決まっているわけではなく、東海道新幹線の中で少し複雑な種別です。列車は米原駅に到着しました。当駅では後続ののぞみ号の待避を行います。米原岐阜羽島間、滋賀県と岐阜県の県境付近は全国でも有数の豪雪地帯と知られており、東海道新幹線は雪にはあまり強くなく、冬になると雪の影響で遅延するということも多々あります。岐阜羽島駅でも米原駅同様後続ののぞみ号の待避を行いました。これがこの旅最後の待避です。列車は名古屋駅に到着しました。
新大阪駅から当駅までこの光号はまるで小玉号かのような運転を続けていましたが、当駅で立場は一変し、名古屋駅から東京駅まではこの列車が先に到着します。まるで小玉号からのぞみ号へ種別変更されたみたいですよね。実は静岡県内全通過の光号というのは基本的に名古屋東京間で待避は行いません。ですので実質のぞみ号のような形でこの光号は使うことができるわけです。むしろのぞみ号より優れている部分があります。まず一つは自由席がのぞみ号に比べて多いことです。のぞみ号の自由席は1号車から3号車までですが、光号の自由席は1号車から3号車に加えて4号車と5号車も自由席になっています。自由席が多いということはその分着席確率が上がるというわけですし、車内の混雑率も下がっているというわけです。2つ目、指定席を利用する場合もこの光号を使うというメリットは大いにあります。光号の指定席を使うメリットは何と言っても速達料金がかからないところです。通常のぞみ号の指定席を利用する場合は指定席料金に加えて速達料金がかかってしまうわけですが、光号の場合は停車パターンに関わらず速達料金はかかりません。ですので東海道新幹線で名古屋東京間を移動する場合は時間が合えば積極的に静岡県内全通過の光号を狙うことをお勧めします。新大阪東京間でなぜのぞみ号を使わなかったのかというと、のぞみ料金をケチりたかったというのが一つ、もう一つは静岡県内を全通過する光号に一度乗ってみたかったからです。ここで岡山駅の停車時間に購入した駅弁を食べたいと思います。今回購入したのは味折り小松という駅弁です。中を開けてみるとこんな感じ。真ん中にはご飯と梅干しが乗っており、周りには色とりどりのおかずが並んでいます。一口サイズのおかずが豊富にあって、最後まで味の変化を楽しむことができました。気になる価格は確か900円後半ぐらいだったので、駅弁の中ではかなり安価な部類に入ると思います。18時50分、豊橋駅に到着です。豊橋駅というのは新幹線では珍しく、高架駅ではありません。豊橋駅が高架駅ではない理由としては、先ほど豊橋駅入線前に見えた跨線橋が関係しています。あの跨線橋が新幹線の進行の妨げになった影響で、豊橋駅は地上駅になったそうです。この光号の特徴は何と言っても、豊橋駅を出発すると次は関東の神奈川県新横浜駅まで止まらないことです。だんだんと日が落ちてきましたが、進行方向左側には浜中を見ながら、静岡県内で最も人口の多い市である浜松市の中心駅浜松駅をこの光号は全速で通過をしていきます。お次に通過するのは掛川駅。当駅では先行していた小玉号を一本追い抜きました。この旅では初めて回種別を追い抜くという体験をしました。そして次通過するのが静岡駅です。光号と言ったら静岡県民の味方、そんな種別ですが、そんな静岡県民の味方であるはずの光号が静岡県内の駅を次々と通過をしていきます。ピントが合っていませんが、ただいま新富士駅を通過中です。言い忘れましたが、東海道新幹線内で三河安城、掛川、新富士の3駅は小玉号のみが停車をする駅となっています。三島駅を通過です。三島駅は東海道新幹線の駅では唯一の1面2線の島式ホームがある駅となっております。当駅は車両基地も併設されており、当駅を始発終着とする新幹線も早朝深夜には多く設定されています。三島駅を通過すると列車は新丹那トンネルに入ります。新丹那トンネルはこちらの画像のように定規かのような直線になっています。新丹那トンネルを抜けると東海道新幹線内、静岡県最東端の駅熱海駅を通過していきます。当駅は駅の両端が山に挟まれている上、カーブがきついので通過速度は185キロに抑えられています。列車は神奈川県に入り、東海道新幹線最後の通過駅小田原駅を通過していきます。当駅では先行していた小玉号を追い抜きました。
豊橋駅を出発してから1時間3分、静岡県内の駅をすべて通過をして、19時54分、新横浜駅に到着です。ついに関東まで帰ってきました。ここから先、品川、終点、東京は、東海道新幹線、のぞみ号、ひかり号、こだま号、すべての種別が停車します。後ろからはもうのぞみ号がすぐ近くまで追いついてきていますが、新横浜駅では速やかに発車。この列車が品川、東京へは先着します。通勤客でごった返す新橋駅横を通過し、20時12分、鹿児島中央駅を出発してから11時間と23分で目的地である終点東京駅に到着しました。鹿児島中央駅から続いてきた線路はここ東京駅で途切れます。今回は様々な新幹線を乗り継いでいったので、12時間近くの膨大な時間がかかってしまいましたが、最速なら乗り換え1回で6時間40分ほどで鹿児島中央東京間を新幹線で移動することができます。僕個人、鉄オタ的には12時間近くの新幹線の乗車は全く苦になりませんでした。むしろ快適なぐらいです。特に山陽新幹線で5時間座った500系の元グリーン車の座席がとても快適で思い出に残っています。あの座り心地は本当にもう一生忘れることがないでしょう。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。